はい、こんにちは。元日常です。今回はですね、なんとこの万風展の記念帳が出来上がったということで、中身は、こんな風に入賞された作品とかが載ってるんですが、この万風展の記念帳ができたということで、全国大会、全国おもと名品展ですね、と万風展の違いで何かっていうのを紹介したいと思います。分かんない人もいると思うので、一番、おもとの中で大きい大会っていうのがその2つなんですよ。で、全国大会、万風展、万有展、全国大会、万風展、万有会っていうのがあるんですけど、で、その中でも特に大きな全国大会と万風展について紹介したいと思います。で、じゃあまず全国大会から、全国おもと名品展から説明させていただくと、全国おもと名品展っていうのは、おもとの品種登録されているものだけしか出せません。それでしか賞を決める争いができません。で、その品種っていうのも大体決められています。で、ちょっとそこ細かいんで話すと長くなるんで、簡単に説明すると、何種類かこの品種、例えば瑞泉だったら瑞泉の部みたいなのが何種類か特定で決められていて、あとは決められてないものは羅謝一般で大きくくくられたり、黄葉一般だとかっていうので、区切られています。で、その中で1位を決めていきます。品種の中で1位を決めていきます。例えば瑞泉の部の1位、2位、3位、曲水の部1位、2位、3位、羅謝一般の部1位、2位、3位みたいな感じで、決まりものの中で順位を決めていきます。その中の1位だけを、その後に集めます。で、その中の1位だけ集めて、そこからまた順位を決めていきます。それが特別賞っていう賞に入ります。もちろんその品種の中で1、2、3位っていうのも表彰されて賞がつくんですけど、そのまた1位の中で上位十何個ですかね、その大会によって数は違うんですけど、特殊賞というものがつきます。で、一番上が内閣総理大臣賞だったり、農林水産大臣賞だったり、徳川賞だったりっていう特殊賞みたいなのがつきます。で、今年うちの方で出た木の白狐丸っていう木が、何回も動画で紹介してますけど、その全ての品種の中で1位になったっていうわけです。で、全国大会っていうのは、その品種のその特徴がいかに出ているか、例えば芸がどれだけ出ているかとか、葉っぱの形だとか姿勢だとか、その品種の特徴がいかに出ているかっていうのを評価して順位を決めていきますっていうのが、おもと名品展です。で、こっちはなんとなく分かってると思います。もう全国大会って言われてるぐらいですから、なんとなく、おもとの中の1位を決めるんだろうなみたいな感覚で思っている方も多いと思います。で、次、万風展ですね。こっちがちょっと一回聞いただけじゃ分からないことが多いと思うんですけど、万風展っていうのは、さっきの大本の特徴がどれだけ出ているかっていう、全国大会に対して、これからの、も込みで評価するっていうところが多いです。なので、万風展っていうのは全国大会で1位になった木は出品できません。で、そのなプラス万風展っていうのは未賞も出品できます。まだ品種登録されてない木も登録できます。それはこれからの、その木の今後を見据えた審査っていうのに大きく関わってくるので、その未賞なども
評価の対象になるので、そこも賞を決めていきます。で、全国大会はその部門ごとに順位もあって、また1位を決めたりするんですけど、マンフー展っていうのはマンフー賞だけです。その部門とかもありません。例えば100点出されたとして、100点のうちにマンフー賞10本だったら10本決めます。で、まあ、それも決まっていて、決まりものの部で5点だとか、未賞品種登録されてない部で5点だとか、大葉薄葉で5点だとかっていうのが決められてますっていうのが満風点です。で、どちらもさっき一番最初に見したこの本ですね、こんな本になりますね。で、全国大会は全国大会の本があって、満風点は満風点の本があります。で、例えば満風賞になった木は、まあ、こんな風に1ページ丸々出たりして、全国大会も一緒で、全国大会の特別賞になったものは1ページ丸々、まあ、名前やその品種の解説みたいなものも載って掲載されます。あと、そのマンフー展の様子だったり、全国大会の様子だったりみたいなものも、出ています。でですね、まあ大体その昔は全国大会っていうのはいろんなところでやってたんですよ。まあ、うちの水郷支部、茨城県潮来市でやったりしたり、広島だったり、まあ、各地方でやってたりしたんですけど、ここ最近はもうずっと東京で固定されていますね。全国大会も満風展も東京で行われてます。東京の、まあ、植物なじみある方はよくご存知かと思うんですけど、上野グリーンクラブ、上野公園、上野動物園のすぐ隣ですねにある施設で行っています。なのでね、東京の方なんかはすぐ来れるんじゃないかなと思うので、ぜひ来てください。日本のトップのね、作品がすごいたくさん飾られるイベントなので、で、いろんな業者さんとかも来て、お元の販売も行っているので、大体の品種がそこで買えるイベントなので、ぜひ東京近くの方、まあ、全然来れる方は皆さんぜひ来てください。で、もしね、この動画とか見て私のこと知ってたりしたら、全部案内しますので、声が出てくれれば、その品種の紹介から会場の紹介から何でもかんでもやりますので、ぜひ声が出てください。で、面白いのが全国大会とか行われたりするとね、その特別賞になった木とかっていうのは人気が上がりますだいたいその1位になった木、まあ、今年だったら白子丸、去年か、去年だったら白子丸なんかはもうあれから注文いっぱい来たり、力和とかも総理大臣賞を取ったりしたらすっごい人気で力和が売れたりしますっていうのもありますね。まあ、それぐらいお元会、お元のね、お元会にとってはすごい重要な大会であって、すごい影響力のある大会なんですよ。で、その2つの大会いつやるかっていうと、大体全国大会は11月ぐらいですかね。で、マンフー展は2月末3月ぐらいですかね。ですね、まあ、理由も、全国大会に関してはその大元ってやっぱり1年の完成されるのが秋なんですね。春から葉っぱが、その年の葉っぱが伸びていって、秋になってその1年の完成形になるのが秋なので、その一番秋の一番いい時期に全国大会っていうのが行われますね。で、もちろんその全国大会っていうものがあるってことは、県大会みたいなのもあって、その水郷、まあ、私が、まあ、私のチームみたいなもんで、水郷支部みたいなものがあって、水郷支部だったら茨城県の潮来市で大会があったり、いろんな地区で、多分各県でね、大体お元の業者さんとかいれば県大会
支部大会っていうものが行われてますので、そこでも販売等もやってるので、皆さんあの近くで支部大会みたいなのがあったらぜひあのお越しいただければ幸いです。はい、ってな感じで簡単にですけど全国大会と満風展の違いを、紹介させていただきました。すみません、最後にあの最初に紹介した満遊会っていうものがあるんですけど、満風展が、東の大会で、満遊会が西の大会っていう感じで覚えていただければ大丈夫です。東の満風展で西の満遊会っていうのがあるんですけど、満遊会は大阪の吹田で今は行われてますね。吹田駅ですよね確か。で、満遊会は東京の上野とっていう感じで、満遊会も満風展とほとんど一緒です。あの未章と決まり物とかも出せる大会ですね。てな感じで、紹介させていただきました。今回の動画いいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。バイバイ。